お疲れ様です。なんかガーシー元議員が脅迫の疑いで国際指名手配になってるみたいですね。突然。いやでもね、ガーシーがいろいろ喋ってた YouTube はすでにバンされていて、他の SNS も封じられてるんですよ。一体どれを証拠として脅迫ってことになったんですかね。不思議ですね。これをまた第2のライブドア事件と呼ばれることになるんでしょうか。いってらっしゃい。